J リーグの PK ってどれくらい成功するんだろうねっていうところからいろいろこう Twitter とかでもいただいたのでせっかくだから作ってみます。えー、J1J2J3PK 成功率って一体どれくらい <laughs> はいよろしくお願いします。えー、このね、ノーミルク砂糖ラボやってます、えー、ミルアッカのノーミルク砂糖でございます。よろしくお願いします。えーまあ、データマのンか真骨頂みたいなところになってくるのかなと思いますけれども、えー、最近ね、やっぱりカタールワールドカップ、まあ、日本がねクロアチアに敗れた時もそうでしたし、やっぱり決勝フ、フランス VS アルゼンチンなんかもそうでしたし、あとは高校サッカー選手権ですよね。 やっぱりもう最近、ちょっと PK の話題がめちゃくちゃ多いなってところも含めてじゃあ J リーグはどういう風に改革していったらいいのかみたいな話もあ,あるんだけど、まあ、ひとまずえ J リーグが発足してからえ昨シーズンの終わりまでで PK どれぐらい決まったのかってことをなんか改めて見ていこうじゃないかというところでございます、えー、プラスね、えー、それぞれのカテゴリーにおいてえ最も成功率が高いチームはどこなんだっていうところとか逆にじゃああまりうまくいってないチームはどこなんだってところも見ていこうかなと思いますので。で よろしくお願いします。なんかよく聞くのはこれですよね。「PK」の成功率は約80%と。見る若にも実は動画上がってるというか僕は1万本ほど PK のデータ解析した結果でそれが確か78%って出てたと思うんですよね。 これもちろんどんだけ年度を広げるかとかカテゴリーをどこまで増やすかとかってのでも多少変わってくるとは思うんですけど、まあ、結果的に収束論的なこの80ってどとこに落ち着いてくるのかなと思いますだからそう考えてくるとあの今年じゃないねもう1ヶ月前だけど今年ではないねえ先月行われたカタールワールドカップでの数値 PK の成功率ってのが80%どころか70%でもなければ60%も切っちゃったみたいなところがあって特にあの日本代表も戦っていただからクロアチアに敗れてしまったえ決勝トーナメントのまあ初戦いわゆるベスト16ですよねそこまででの数値でも58%っていうのが出てたのでまあきっか カーが外したっていう言い方にするよりかはこれはもういろんなところでもそうですけどやっぱゴールキーパーの皆さんがまあそれこそすごく対処できていたっていうのは一つ言えるのかもしれないなと思いますだからもしかすると今回のカタールワールドカップの例えば PK の方法論みたいなものが またほらポジショナルプレーとか,なんかハーフスペースとかいろんな,なんか戦,術の名前戦術関連の名前あるじゃないですかあれ関連のキーパー版がこう今後起こってこうキーパーの皆さんの方にもこう周知されるような感じになってくると今までこう80%って言われていたその一つの数値、まあ、目安みたいなものが今後はもしかしたら70とか60まで落ちてくるっていうケースはあるのかもしれないです。 ならちょっと今回に関してはあのこの60だ70だとかカタールワールドカップだとか言ってくるともうわけわかんないことになりますのでもうあくまで J1、J2、J3 という、えー、国,国内のサッカーのリーグ戦においての PK はどうなんだというところで見ていこうと思います。というので見ていただきたのがこちらになるわけです。なんか数字出てきましたね。えー、J1 だと1825分の1436。 J2 だと1637分の 301J3 だともちろん、ね、J1 より J2J2 より J3 の方がここ歴史まだ、ね、短いというのがありますので J3 だと480分の390という数値が出てきましたこれ何,何を意味するかというと、まあ、右側ですねスラッシュの右側のところがいわゆる分母になっておりましてそれぞれのカテゴリーでの PK が行われた数1825、1637、480となっております で、スラッシュ、まあ、分、スラッシュの左側、まあ、分、子ですよね。えー、それぞれ1436,1310,390っていうのが、いわゆる成功した数ということになっております。こんだけ行われてきたんですね。だから、ざっくり言うと4、4、4000ぐらいあったんですかまあ、約30年の歴史の中で。まあ、かなり起こってますね。で、これらを数値に置き換えてみる、まあ、パーセンテージにしてみると、結局はこうなりました。ドンと。 こういうことやっぱり、えーまあまあ、結局これが結論になっちゃうんですけど、えー、J1 が 79.5%J2、えー、が 79.4%J3 が80.0%ということで J1、まあ、J2 が若干だけ下ですけど、まあ、収束論的にというかやっぱり80%近くっていう具になところは変わらないんだなというところが出てきました。 ってことは、やっぱこれ、PK っていうのがある程度発生するってことは、サッカーの試合においてはまあ成り立ってるわけで、特に VAR とかもね、起こってますから、だんだん増えてくる可能性、今後もあるんじゃないかと思いますけれども、そうなると、PK でちゃんと決めれるチームってのは、今、有利にはなってくるよね。逆に PK 決めれてないと まあ、わかりやすい話ですけど、まあ、不利になってしまうよねというところで、今までの J1、J2、J3 のそれぞれの歴史において、各カテゴリー、最も決めたチームと最も決めてないチーム、まあ、これ、あくまで成功率の問題ですけど、どんなものかってところをちょっと見ていこうと思います。じゃあ、まずは成功率低い方からちょっと見ていきましょうか。各カテゴリー J、J1、J2、J3 で、PK の成功率が今までちょっと低かったよっていうところが、皆さんが、ワーストがこんな感じになっております。はい、ドンと。 J1、えー、が京都、J2 が、まあ、今、J3 にいますけども、かまたまあれ、さぬき。えー、J3 が片割れ、富山ということになっております。えー、京都が J1、あくまでこれ、それぞれのカテゴリー内での話ね。だ京都だったら J2 での数値は違うし、えー、さぬきも J3 での数値は違う。富山でも J2 の数値は違うってうのあるんだけど、それぞれのカテゴリーにおいてあくまでね。えー、京都が34回中23回成功婚67.7%、えー。さぬきが19回中12回成功点63.2%。 そして富山が22回中16回成功の72.7%ということでまあ80%ってところで考えるとまあこのね3チームの皆さん70%またはちょっと65もちょっと下回ってるかなってところなので確かに低いっていのが出てくるかもしれませんだ今後ねここは改善していくところはあるのかもしれない。まあ,あくまで長い歴史の中でやってるんで最近のはどうとかっていう風になってくると,ちょっと話が変わってくるのもあるんですけどあくまでねとりあえずねで逆にじゃあうまくいってるところ それぞれのカテゴリーでめっちゃ決めてるぜっていうチームたちはどんな感じなのか見ていきましょう。今度はこちらになります。ドン !J1 が FC 東京、J2 がレノーファー山口、そして J3 が YSCC 横浜ということになりましたえ。東京はね、ちょっとディエゴ・オリベイラさんのやっぱりあの PK がすごく印象的だと思いますけど、え78回中68回と、 平均となる80%は U に超えて87.2%という数字になってますね。これはかなり高い数字になってるのかなと。逆にただ、とはいえ90%を超えるチームってのは今んとこないあの一応下にさっきから書いてますけど各カテゴリー一応2桁回数成功してるチームが対象なんでまだ例えば J1 での歴史が浅いですとかっていうチームで正直100%を達成してるところもあるっちゃあるんですよ。 ただ、2桁もまだ達成してない、いわゆる規定なんかね規定打席にこう到達してないかなっていうところなので、今回割愛させていただいたっていうのはあるんですけど、まあそれはさておき、東京だから PK に強いチームだっていうのは言えるのかなと思います。で、プラス、今度 J3 見てみると、YSCC、横浜、29回中27回成功なんで、で93.1%、めちゃくちゃ強いよね80。80%平均に90超えてるってわけだから、これはちょっととんでもない数字じゃないかなと思います。うーん でさらにそれの上がすごいですよね。レノファ山口。山口なんと G2 での PK の歴史で外したのたった1回。20回中19回成功の成功率95%。ちなみにレノファーの G3 時代での PK 成功率も90%超えてるので、レノファー山口というチームはもともとね攻撃的なところもありますけど、ちょっとやっぱ決定 定力またはその pk の準備もえすごいされているえ、チームってことは言えるのかなと思います。あと千葉も高かったかな？ だだいたいいいいたたたたっってとととこころろのでレノファにに次ぐみななか思いますまあこれで何が分かるってことではないんですけどまたね、あのー、コメント欄とかでもうちうちのチームはどうなのとかまたねあの見る分かりやるかこっちでやるか分かりませんけど、えー、それぞれのチームの PK 成功率まとめみたいなことも動画にしても面白いかなと思ってるので、えー、なんかうちのはどうとかいろいろコメントいただけたりだとかあと Twitter でも募集してましたけど、えー、これね Twitter での企画からちょっとパッとこう作ったって流れになってるので、えー、皆さん的にこのチーム気になると だからこういう企画やってほしいみたいなありましたらコメント欄とかでいただいててればなと思いますどうぞよろしくお願いします、えー、なんとこれ1月11日の今5時35分ぐらいに撮ってるんですけど、えー、25分後に僕あのー、収録です見るはかのなんですぐ行ってきます皆さんそれではこちら、えー、含めてチャンネル登録よろしくお願いしますじゃあね